皆さんこんにちは。お笑いタレントの久本雅美さん。久本さんといえば創価学会会員として知られていますが、業界で勧誘をしていたとされ、断ったタレントを干したとも言われています。また9月5日放送の ABC系、これ余談なんですけどに出演した際に、森脇健児さんになぜ干されたのかと土直球な質問を投げかけたことで、森脇さんも久本さんにはめられたのではないかとささやかれています。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。この日はバラエティの大御所が栄光と挫折の余談を語るをテーマに進行していき、森脇さんは1984年高校2年時に松竹芸能のタレントオーディションに合格して芸能界入り、関西で人気が頂点に達して東京に進出するとフジテレビ、夢がもりもりなどレギュラーを獲得。最高でレギュラーは12本あったのですが、30歳でゼロになった経緯があります。久本さんは凋落した森脇さんについて全く興味がなかったと話し、聞いていい、ケンちゃん、なんであかんかったん、なんで干されたんと質問を投げかけます。 MC のかまいたちは、森脇さんって干されたんですかとびっくり顔を見せると、森脇さんは事件あります、事故あります、スキャンダルあります、湾岸署から出てきて謝りましたかとトラブルは一切なかったことを強調し、自然におもろないのがバレていったんですと身も蓋もない真実を自ら認めていました。かまいたちの濱家隆一さんは、実力不足、実力不足と大喜びし、森脇さんはアシスタントのアイドルに、ここ笑ってや、笑ってくれな、寂しいところやでと懇願してスタジオを爆笑に導いていました。これに視聴者からは、共演者から創価学会に勧誘されたけど断って干された芸能人もいるだろうに、普通にネットで出てくるけど宗教と芸能界の闇は深い、久本氏は楽屋で他の出演者を勧誘するものだから勧誘禁止なんて張り紙をされたなんて話とか、バックにあれがついてる、まちゃみさんになんであかんかったん言われてもなぁといった声が上がっていました。これまで6人を干してきたと言われている久本さん、かつて相乗りで久本さんと共演していた俳優の加藤春彦さんは、久本さんからの熱心な宗教勧誘を拒否したことで彼女の怒りを買ったことが、6年間レギュラーを務めた相乗りを卒業させられる理由となったとされており、その後代表作であるアルペンの CM 以外の在京番組からも干されてしまったとされ、現在では地元名古屋を拠点とした活動へと追いやられてしまったとも言われています。杉田かおるさんは、人気子役として幼少期から活躍し、事務所独立騒動などで一時期は1億円を超える借金に苦しんだとされる波乱万丈な人生を送ってきましたが、創価学会により洗脳され、複数の男性幹部からはセクハラまがいなことをされた過去を2005年に執筆した自身の暴露本で公表、脱会だけでなく教団に関する事情まで暴露したことから、熱心な創価学会信者から裏切り者呼ばわりをされ、その後学会からの圧力で芸能界から干されてしまったとされています。メレンゲの気持ちで久本さんと共に司会を務めていた若月千夏さんは、番組内での2人の仲は良好なようにも見えたものの、学会への入会を拒否したことで、その後同番組を卒業という形で干されることとなり、次第にメディアの露出も減少、一時期はガリガリに痩せたこともあり、その後が心配されていた若月さんでしたが、自身のファッションブランドを立ち上げ、現在は実業家として成功されています。極楽とんぼの加藤浩二さんの相方である山本圭一さんは、未成年とのみだらな行為が問題となり、10年間近く謹慎生活を送っていたのですが、実はこの事件の裏には久本さんが絡んでいた可能性が
噂されており、事件前、黄金伝説で共演していた久本さんにしつこく勧誘されて悩んでいたココリコ遠藤さんは、当時兄貴と慕っていた山本さんに相談すると、顔の広い山本さんは独自のコネクションを使って当時の黄金伝説のプロデューサーに久本さんを降板させるように頼んだそうです。ですが、これを知った久本さんは激怒し、山本さんにハニートラップを仕掛け、これが山本さんを無期限謹慎の原因となった淫行事件として発生。この事件の被害者は学会員であり、久本さんの指示で動いていたと言われています。しかし、やることをやってしまった山本さんは何も言えず、そのまま引退に追い込まれ、事件の真相は闇の中。しかし、この当時の久本さんの口癖は、うちに逆ろう、ただ山本みたいになるで、だったそうで、この言葉を聞き真相を知った良い子浜口さんはこれに激怒し、久本を黄金伝説から降板させなければ、今後一切テレ朝の番組には出演しない、と訴えたそうです。浜口さんは、テレ朝で、高視聴率タレントとし活躍しており、浜口さんを失うことに危機感を感じたテレ朝サイドは、久本さんを降板させることに踏み切ったといいます。多くの芸能人が久本さんの手により干されたことを考えると、仲間のために自分の芸能生命をかけて戦う道を選んだ浜口さんの男らしさが感じられる出来事です。また、誰もが知る大御所芸人の内村光良さんにも、かつて久本さんの制裁が加えられたとされています。創価学会の意向を受け、熱心な宗教勧誘を行っていた久本さんからの誘いを断り続けた内村さん、そのことが久本さんの怒りを買うこととなり、内村プロデュース以外の番組レギュラーを干されてしまったとされています。同じく熱心な創価学会信者とされるお笑い芸人のモンキッキーさんや原口あきまささんらが、自身が司会を務める番組の出演者を勧誘していたため、信仰は自由だけど押し付けは良くないと諭してたそうです。こうした経緯もあり、今回の森脇さんの件についても久本さんが絡んでいるのではないかと疑惑が浮上しているようですね。ただ森脇さんは2017年放送のしくじり先生に出演した際、相当な覚悟で来たと緊張気味の表情で現れ、全然面白くないのに自分のことをめっちゃ面白いと勘違いしてしまった先生として、勘違いして人生を破滅させないための授業を行いました。ロマンザ、全てをさらけ出し大切な教訓を伝えたいと意気込んだ森脇さんは、まず全ての始まりである自身の高校生時代から語り出し、高校生の頃から弁論大会や文化祭で大活躍、自主ライブを行い200人を集客することもあったという森脇さん。素人番組にも出まくっていた伝説の高校生は、松竹芸能のオーディションを受け3000名の中から選ばれ、華々しく芸能界デビューを果たします。お笑い養成所にも通わず、アルバイトの経験もない、一切の下積みをせずに瞬く間にスターダムを駆け上がっていったという森脇さんが、プレッシャーは全然ない、当然だと思っていたと語る通り、芸能界デビュー後すぐにラジオやテレビのレギュラーを獲得。21歳の時には関西で圧倒的な人気を誇ったバラエティ番組ザ・マー・カンカンがスタート。女子中高生からの支持を受け、仕事はどんどん増えていきます。忙しすぎて読売テレビの横のホテルを借りて、そこから仕事へ向かう日々。地方への移動はすべてヘリコプターという多忙ぶり。当時自分には人気があると完全に思い込んでいたと言いますが、今では実力のない僕が受けたのはお客さんが女子中高生だったからと分析できるようになり、スタジオの芸人たちに女子中高生に人気というキャッチコピーが一番危ないと忠告していました。関西でのブレイクにより森脇さんの勘違いはどんどんエスカレート。
小田哲郎さんの手掛けた楽曲で CD デビューを遂げ、大阪城ホールでコンサートを開催。チケットは即日完売だったといい、そして満を持して23歳の時に東京へ進出。その勢いは止まらず、東京でも人気爆発。笑っていいとも、や夢がもりもりなど、レギュラーのテレビ番組は12本にも及び、さらにトレンディードラマや CM にも出演。当時の最高年収は約1億円。品川区にあった8000万円の高級マンションに住みながら、キャッシュで購入した高級車2台を当時25歳ながら乗り回していたそうです。しかし、そんな森脇さんの人生に暗雲が立ち込めます。調子に乗りまくっていた森脇さんは、ある3人の大御所芸能人から大目玉を食らうことに。笑福亭鶴瓶さんのラジオ番組でネタを振られても面白いことが言えず、逆に鶴瓶さんにネタを振り返してしまい、放送後、回すんは俺や、面白いこと何も言えへんのかいと激怒されたエピソードを披露。またタモリさんと高級焼肉に行った際に、どんどん肉を焼いてしまい、俺のペースで食べさせろと叱られたことも。さらに番組の打ち上げで三宅裕司さんの前で全裸になり店内を走り回ってしまい、お前がどうして売れるか真剣に考えているのに何やってるんだと怒られたこともあったそうです。大御所のタレントたちから顰蹙を買ってしまった森脇さんは、しまいには森脇健児って何が面白いんだっけという風潮が業界内で広まり、ある日突然東京でのレギュラーが全て終了します。実力ないのがバレました。いつまでも続かないっていうのは薄々気づいていたと振り返る森脇さんでしたが、一方で関西ならまだやれるという思いもあったそう。この時まだ30歳。東京の自宅と車を売り払い、心機一転、地元関西で再起を誓いますが、ローカル番組に出たってる、出てやっているという気持ちだったため、結局関西のレギュラー番組も1年半で卒業、クビ。ここでローカルほど全力という教訓を学んだといいます。ロマンザ、いかがでしたでしょうか。森脇さんの露出激減は自身の勘違いが原因だったようですが、久本さんの質問内容があまりにも直球すぎたため、陰謀を感じざるを得なかったのも確か。バックがおらず全力で努力した森脇さんと、創価を盾に幅を利かせてきた久本さん、順風満帆な芸能活動といっても光と影がくっきり分かれていますね。宗教を理由に芸能活動がしづらくなるなんて、やはり闇が深い世界です。芸能界なのですから、芸事で勝負してほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。